新テルナリは、中国山東省出身の盲目の人権保護活動家、法律家。1971年、山東省林義市に南県総鎮島市、小村の貧農の家に生まれた。入児の頃、高熱を出して失明した。18歳の時に小学校に入学、その後鎮道の盲学校に入り1998年に卒業。さらに、 南京中医薬大学で真実とあんまを学び、2001年に卒業した。一方、1994年には障害者である自身に不当な課税がなされていることをきっかけに、兄たちに書物を読んでもらいながら法律を学び、自ら北京に赴き不当課税を訴えて当局に認めさせた。大学在学中に独学で、さらに法律を学び、2000年には、 のの村民をを、組織し、製紙工場の水質汚染に反対するる。願を行い、い成功させている卒業後は地元である、林義市南県に戻り安間市としての職を得たが、引き続き法律相談を行ったり、農民校や障害者、女性の権利擁護に取り組んできた。2003年には、北京の地下鉄が法律上は障害者無償を謳っているにもかかわらず、 料金を徴収したことを訴え少数、地下鉄は規定通り無償化された。こうして、裸足の医者にならい、裸足の弁護士と呼ばれる、在野法律家の代表的な人物として知られるようになっていった。裸足の弁護士は、法律家が不足している農村部で様々な法律サービスを行うのみならず、正規の弁護士が手がけないような政治的に微妙な案件も扱う点に特徴がある。 彼の名を世界的に知らしめたのは、2005年6月、人口抑制関連法を厳しく執行し、人工妊娠中絶や不妊手術を強制した3等省林時士の当局に対して行った集団訴訟をめぐってである。これに対して、地元当局は、彼とその家族を7ヶ月間自宅に、南京2006年3月から、地元警察により林時士の施設に拘禁され、 同年6月21日逮捕。同年7月20日、ZH、独立中文、会の記者、幕の元と、高知明が、林義市へ裁判の傍聴に行き、東市古村で、妻、縁秀出と会った。同年8月24日4年3ヶ月の有罪判決を受けた。2010年9月9日釈放されたが、その直後から自宅に妻と共に19ヶ月間にわたり、 軟禁された。夫妻が軟禁されている間、各国の外交官、CNN、ニューヨークタイムズ、ルモンドのジャーナリストなどが接触を試みたが、果たせなかった。2012年1月に兄が亡くなった時にも、外出の許可がされなかった。北京の病院内で撮影された、ジンと彼の家族ゲイリー・フェイ・ロック、カート・キャンベルと共に、自宅のある村の中には7から80の監視網があり、 7、80人から数百人規模で監視されていたが、2012年4月22日に、自宅の塀をよじ登り脱出、村の外に出て支援者に連絡した後、車が来るまで20時間一人で身を潜めていた。その後、北京のアメリカ大使館に保護された。その後、中国大使館で彼と面会した、古慶は当局に連行された。その後、返された慶は、陳誠が、 ミャンマーのアウンサンスーチーをモデルとしていると語った。保護された後、亡命する意思はないことを表明、また南京中に、自身や妻や母が暴行を受けたことなどについて、恩下法首相に捜査を要求している。彼の妻である、エンヒデシズは、彼が後禁中の2006年にも、警察から暴行を受けて入院している。事件発生後の5月3日から2日間、米中間では、 第4回戦略、経済対話が行われ、ヒラリー・クリントン国務長官、ティモシー・ガイトナー財務長官が訪中することとなっていたが、この問題について事前に協議するため、4月29日、カート・ギャンベル国務次官補が予定より早く北京を訪問した。対話開始の前日、中国側が、陳の安全を保障したため、大使館から出て、 北京市内の病院で妻や子供と再会した。クリントン国務長官は中国政府が安全保障をするため亡命はせずに、チンが中国に留まると声明を発表した。しかしその後、チンは夜中に危険を感じたとし、報道機関を通じて自身と家族の保護をバラク・オバマアメリカ大統領に訴えた。チン夫妻と直接電話で通話した。 国務省のビクトリア・ヌーランド報道官は中国にとどまる意向がないことを夫妻が明確に示したと述べた。中国外務省報道局の劉移民参事官は、クリントン国務長官の声明について内政干渉であり、アメリカ大使館は国際法と中国の法律を守る義務があり、アメリカ側に謝罪、関係者の処罰を求めたと述べた。5月3日からの米中戦略。 経済対話の冒頭でクリントンはチンについては言及しなかったが中国に人権尊重を求めた。一方、中国の太平国国務委員は中国は発展途上国としての国情があると対応した。5月4日、国務省のビクトリア・ヌーランド報道官は中国政府がチンと家族が共にアメリカに出国することを認める意向を表明したと発表した。また、 中国外務省も留学を希望する場合、他の中国公民と同様の手続きを行えば、関係部門が手続きを行うと出国を容認した。5月6日、ジョー・バイデンアメリカ副大統領は、アメリカはすぐに詐称を与えられるよう準備をしていると NBC の番組で語った。5月11日、チンの兄の子が殺人の疑いで拘束されていることが分かった。おいはチンが、 自宅から脱出した後の4月26日、地元当局者10人が、陳の捜索に訪れ、家にいた者や、老い本人が殴られたことから、ナイフで反撃し、その際当局者1名が重傷を負った。5月19日、妻と子供2人を伴って、北京首都国際空港から、アメリカ合衆国ニューヨークへ出国した。その後5月29日、ボイスオブアメリカにより、 三島省の幹部が解任されたこと、それが、陳の出国による責任を取らされたものと推測する、報道がなされた。2012年アメリカが衆国大統領選挙で、共和党の大統領候補となるミッドロムニーは、陳公誠と家族が確実に保護されるよう、望むこと、この件に限らず、中国の人権問題に立ち向かうこと、アメリカが中国に改革を促すことを訴えた。 5月3日には、オバマ政権が、アメリカ大使館からチンが退去するよう急がせたと、報道されていることについて、事実であれば、自由にとって、暗黒の日であり、オバマ政権にとっても恥だと、求断した。欧州連合の北京代表部は、中国当局に対して、最大限抑制的な対応をするよう声明を出した。日本の野田義彦総理大臣は、日米首脳会談で、 オバマ大統領との共同記者会見で、チンについて直接言及しなかったが、中国は人権面での改善が必要と述べた。2012年5月4日、ニューヨーク大学が客員研究員として受け入れる意思を表明した。2013年6月14日、ニューヨーク大の広報担当者は、チンが同大学の客員研究員を近く退くことを明らかにした。 チンの主張によれば近年上海にキャンパスを開くなど中国との学問交流を進めているニューヨーク大学がその交流への悪影響を懸念してチンに退任を迫ったとしている一部もアメリカのメディアも中国当局から圧力があった可能性を指摘している一方ニューヨーク大学は当初から1年の任期の予定だったとしてチンの主張を否定している 2013年6月21日、陳虎誠が、渡米直後に支援者から、贈り物として受け取ったモバイル機器の中に、スパイウェアが仕掛けられていたと、ニューヨーク大学のジェローム公演教授が明らかにした。2013年6月24日、陳虎誠は、台湾で公演を行い、すべての人に人権がある、台湾の民主、放置の成功は、過人世界にも、 民主制度が適合することを証明したと語った。バエー級総統との会談の可能性が注目されたが、こちらは実現しなかった。2013年8月20日、陳庫誠の兄、陳庫福が中国当局に連行されたという情報が流れた。陳庫福の自宅には、地元政府に雇われたと見られる集団が、たびたび襲撃を繰り返していたとされる。2006年には、 タイム誌より世界で最も影響力のある100人に選ばれた。2007年にはアジアのノーベル賞と呼ばれるマグサイサイ賞を受賞している。ありがとうございます。